名古屋でちょっと会いたい YouTuber がいたら気になります。どうでしょう、初めましてですもんね。だってその1回2回ご飯を行ったりしましたけど、2人でって2人はないですもんね。でも俺ね、そもそも2人でどっか行くことってないから。そうですか。はい、ほぼ初旅僕でいいんですよ。ちょっと待って、俺マジで男と2人で旅行ったの初めてかもしれない。初めて、ありがとうございます。今ね、名古屋にいまして、はい、今からYouTuberさんに正面ロータリーに行く形で、あれじゃないですか、あそこ座ってんの。絶対そうだ。ほら、いやいや、すごい挨拶してきた。だって、ベンツのボンネットに座ってますよ、今。ちょっと、遠くから見て分かったっていうのは、もうほぼヤクザ。本当に何もカメラ向けてないです。感動です。いやいや、こちょこちょ。本当に感動です。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ですね、今、はい、名古屋に来まして、はい、でも一軒目、はい、もうラファエルさんと、はい、散々喋って、はい、で、みんなね、ラファエルさんの動画見たことは、まあ、あると思う、まあ、ない人も、まあ、ちょっと一回見てみたんですけど、もうね、本当お願いします。ラファエルさんの動画、はい、ほぼほぼちょっと俺ドキュンの人だったんですよ。すげえ怖い。で現れ方は怖かったの。もうベンツの上に座って、はい、そうですよ、最初座ってましたもん、ね、怖かったもん。ボンネットの上座ってましたよ。2人が待たすから。すごい待たすもん。いや大人だから10分前に来るかなと思って。でそしたらただのサラリーマンと、まあ、いろいろね、会社の人とかいろいろ会ったことあるんだけど、はい、結構できる営業の人だよね。実は今、はい、ちょうどラファエルさんと、はい、まあ、お別れをしまして、はい、その途中に伊藤信さんと合流しまして、はい、で今伊藤信さんの車に乗ったんですけど、お世話になっております。伊藤信の車のここ見てほしい、はい、どこですかどこですか。ここなんか液晶のところ、はい、絶対見えないようにしてんのよ。なんで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 。違うんですよ、ここ液晶のところ、うん、まあ車に出た時に足がガンってぶつかってこう割れちゃったんですよ。違う違うよ、伊藤信そんなエピソードいらないのよ。習ったでしょ今ラファエルさん。その怖い画像が出ちゃってとか、うん、封印したんですみたいな。これ実は言うとですね、はい、名古屋の喉の調子が伊藤信がなんかどうしてもドラマの、はい、ワンシーンを俺にやってほしいと。あら、どれぐらいかかります撮影は。スマートに行けば多分30分もかかんないですね。もうバーって撮っちゃえば。ちょっとなんかいいフィルムだったらしいんだよ。なんか一番いいとこじゃないですか。一番いいとこになっちゃったの。ランク2つ上がった。ベストウェスタンホテル、皆さんベストウェスタンホテル、ぜひ入ってみましょうか。はい、なんかスイートルームになっちゃったんだよね、ちょっと、うん、ちょっと何この部屋必要。待って、ここでもこれとは別にベッドがあるってことですよね。これ何の部屋だって。これ何、どうしてる。ああ、な、偉い人の席。あ、受付の人みたいな。ここ受付いいじゃないですか、これ。え、なに、ここも何。あ、トイレだ。トイレ用の部屋。いや、贅沢な広さ。うわ。あ、お風呂だ。広。しかも、二つある。どっちが何。左がトイレで、右がお風呂です。トイレ二つもある。どっちかも、だからどっちかだって。専用トイレ。はい。おはようございます。おはようございます。30分とか来たのに。はい。いや、そうですよ。時間がやっぱやって。今ですね、見てください。これ何ですか。観覧車。観覧車ありますね。1000円いかなかったら。そうですね。まあ乗ってもいいかな。はい。500円みたいな。はい。怒ります。ありがとうございます。これ1000円だったら奢ってないですもんね。1000円だったら絶対奢ってない。ありがとうございます。はい、記念のしおり、しおりっくり取った。あれになりそうですね。しおりすいません。結構喋るがっつり告知入ってます。まただからこういうところでなんかうわっ、あーあー、次週への繋ぎで
今ブリチャンスですね、ここで一回区切りが、なんでなんでみたいな、はい、まあでもじゃ あの観覧車はこんな感じでしたと、まあ今のところ、はい、まあ、ラファエルさんと会って、でイトノブと会って、はい、でちょっとスイートルームを楽しんで、そうですね、でもまあ意外と充実してるよね、今のところ今のところいいですよ、思った以上で、名古屋にね、今いますと、はい、実況でやってたら、はい、まあ、何人かの人が来ていただいて、はい、うーわ、映ってますね、映ってますね、そうね、いただきます、はい、腰やる、ちょっとグツグツ感が減っちゃいましたけども、でも結構熱々、そう、いただきます、麺からいただきます、腰でできてますねはい、壊れちゃった、はい、それではね、はい、今の公開の方をちょっと口を深いみたいなのを開きまして、達也さん大人気も本当、それでみんなであの軽くランチを食べまして、はい、まあまあね、こんな感じの緩い感じの旅でしたけど、はい、あの結構楽しかったです、楽しかったですね、俺思ってる感じで、もう一泊したかったですね、俺もまさにそう、もう一泊入れたかった、はい、辻さんのね、ちゃんとあのリークハットくんで、ありがとうございます、よろしくお願いします、1200年 TV 見てみてください、お願いします、それじゃあまたね、名古屋でさようなら、はい、